はい、皆さんこんにちは、 JJ1HQA です。今回は、ここに見慣れない機器があると思います。 FT280 という機械を2000キロ、祖父からもらいました、少し紹介したいと思います。 JS の FT280 2m オールモードトランシーバーということで 10W 機です。高いんですよ。まあヒューズと比べてこれぐらいの大きさで、結構現代基準にするとでかいと思います。まあこれが1980年発売っていうことで結構古いそうです。ロクスケさんとかの TS のなんだっけ、 TSC ああいう感じの LED ってことですよね。モービル機は現在 ID4100 も ID5100 もロット表示になってますので、それに伴って GSV3000 の向きも90度変えました。でここに、実測で3アンペアくらいしか食わないので6アンペアにつないでおります。はい、入れてみましょう。ここにオフと書いてあるようにボリュームスイッチ連動で電源がつくようです。メモリーの使い方は分かんないんですが、これは4ちゃんでしょうか。まあ1ちゃんでいいです。でこれがボリューム、スケルチを開くと受信ランプが点灯します。ステップっていうスイッチがあります。この状態で 10kHz、 そこから細かくしたり、あれ、こうすることによって、ステップを変えられる。意外と LED の青色がかっこよかったりもしますが、そんな感じです。こちら辺はまだ説明書、ネットの説明書をよく読んでないんであまりいじらないですが、 FM CW USB LSB、 スケルチを切っておくと、あれ、 FM のまま、なぜか FM のままになるらしいんですよね。あれ、変わんない。使い方がよくわかんないんですけど。で、付属品で JS の YM40 600オームマイクですね。まあ何も繋いでないんですけど、結構形状がね、アイコムとね全く違う感じしますね。でコールボタン付きで押すとコールになって、アップダウンかで変えることもできますね。そんな感じでございます。その下 VHF イニアアンプリファイア EL2HC アルインコス製ですね。ロゴがすごい古いですね。これでなんか70ワットとかあったかな。数メーターなんで70ワットも必要ないというか、本当だったら使えない気がするんですよね。これは電源つないでおりません。ちょっとケーブルがですね、これだとちょっと足りなくて危なかったので、今は箱です。もはや箱。一応並列で IC821B も、動かすことはできます。そんな感じでございます。最後、YD148 八重洲のダイナミックマイクロフォン600オームと50キロオームの、
変更も可能です。まあ600オームなんですけどね。こうやって普通にアンプッシュのやり方もあれば、こうやってスライドさせながらやるとロックがかかります。で、フレキシブルマイクです。結構錆びちゃってますね。そしてなぜか4ピンです。こっちは8ピンです。変換を作るしかありません。もう作るしかないです。そんな感じでしょうか。1週間以内にグランドプレーンを立てる計画があるかもしれないので、ぜひお楽しみにお願いいたします。あと最後、中林のポストカード入れ、 KSL カードを入れて、割り振りの仕方は7コール J01、JP1、JQ1、JS1、JK1、J1、J01 という感じで、7コール以外を4つのプリフィックスに分けて、それで1エリアのみに振り分けて、最後がエリア、他のエリアで一番最後に自分の KSL カードを入れます。そんな感じでしょうか。これで KSL カードの仕分けも便利になります。そんな感じでしょうか。さすがにね、1980年製ということでボロが出てるというか、こいつと16年差なんで、やっぱりなんか故障してるっぽいんで、ちょっと取説を読んでどういう仕様なのかをしっかり理解しておこうかなと思います。一応これでも新スプリアス対応のやつなんで、すごいですね。そんな感じでございます。それではご視聴ありがとうございました。 JJ1HQA でした。またお会いしましょう。さようなら。